西村智春7月25日から1994年11月13日は、日本の海軍軍人、海上自衛官。海軍兵学校卒業。第6代海上幕僚長。福岡県出身。築城中学を経て、海軍兵学校に、第58期生として入校するが、生徒時代に体調を壊したため、第59期として卒業する。 1931年11月、浅間に上官支援用公海に参加。終了後は、巡洋戦艦、霧島に乗り組み。その後も、海上勤務を重ねるが、1938年8月、海軍特別陸戦隊中隊長として、観光攻略に従軍。攻略目前で、負傷のために戦列を離れる。太平洋戦争中は、 戦艦、長戸副包町第三戦隊参謀を経て、1943年6月、軽巡洋艦、長良ら宝術庁に着任。同年12月5日、クエゼリン艦賞のルオットに向かっていた長良は、マーシャル諸島に来襲した、敵機動部隊の艦上機約50機に襲われ、資金弾により、搭載魚雷が誘爆した派、戦死者48名、 負傷者112名を出した。クエゼリン艦師内で、工作艦、ヤマソーマルによる、応急修理を受けたながらはトラックに入港し、艦長以下の負傷者を、病院船、ヒカワマルに移乗させ、専任将校となった西村が、ながらの指揮権を継承した。西村は、大破して、完備を失っている、駆逐艦、長波を栄光して、ながらを内地に開港することを命じられた。 長波を栄光すれば速力が低下するため、敵潜水艦が調量する中で不可能に近い任務と思われたが、西村は、ながら、長波の領艦を内地に開港することに成功した。その後、従順洋艦、アタゴ宝術長に転じるが、アタゴは、レーテオ機械に出撃する途中、敵潜水艦の来撃により沈没。西村は海上を漂流した後、友軍艦艇に、 救助されて内地への生還を果たす。終戦は、佐世保鎮守フ参謀として、本土決戦の計画立案中に迎えた。戦後は、副院局で勤務した後、1952年8月、保安庁警備隊に入隊。第二護衛隊司令在任中の1955年5月、日米官邸隊予協定に基づき供与された。 総海底の受領のためフィリピンスービック湾に向かった。この受領にかかる作業を日本側だけで手際よくこなし、アメリカ側を強談させたという。また、この当時は台湾に逃れた中華民国国軍と大陸側の中国人民解放軍との間で金門島、馬ソ島をめぐり交戦中であった。交戦海域を直接通過する航路ではなかったが、 万が一の事態に備えてほ側に実弾を用意し、警戒配備を取りつつ航行し、いざという時の心構えを指導したという。ありがとうございます。